ロングライドとは、自転車での長距離走行を指す。和製英語ではない。英語圏、フランス語圏では、フランス語由来の単語であるランドネという呼称を用いることもあり、そういったイベントの参加者は、ランドネールと呼ばれる。自転車での長距離走行のイベントとしては、通常、100から1 2 0 0トル程度のものがある。1 6 0トルを8時間以内で走破するイベントは、 ホノルルセンチュリーライドに倣ってセンチュリーライドと呼ばれる。また、山岳コースを主体とするイベントはグランフォンドと呼ばれる。イベントとしての性格は各参加者が事故のリスク管理のもとに自力での完走を目指すものでありタイムを競うレースではない。まさしく工程をたどり正規のルートを通らない近道などの不正行為をしなかったことを確認するためチェックポイントが設けられ、 その場で参加者はカードを提示する場合が多い。こういったイベントはフランスで特に人気があり、オランダ、ベルギー、イギリス、アメリカ合衆国、オーストラリア、カナダなどでも行われている。ありがとうございます。